大藤祭りの会場からほど近い場所に何やら人だかりが。ものすごく綺麗でした。もう楽しみです。もう昨日も眠れなかった。ひとみさんの手作りのうどんを食べるために東京から来ました。黒木ひとみさんに会いに来ました。大丈夫？そう、女優の黒木ひとみさんが1日限定のうどん店をふるさとでオープンしていたのです。昨日から、はい、もう12時間ぐらいやってますんで。実はお母さんがうどん店を営んでいた黒木さん、以前 KBC の番組に出演した際こんな夢を語っていました。うどん屋さんをね、いつかやりたいっていう夢があるんですよ。またまたリップサービスでしょうと私たちは思っていたのですが、黒木さんは本気でした。15キロの鶏ガラを寸胴にズドン。時間をかけてじっくりと出汁を取ります。お母さんから学んだレシピでふるさとにお店を開くという夢をしっかり叶えちゃったのです。何やらバタついています。麺を茹でる工程にちょっとトラブルがあったようですね。生茹でみたいな感じだね。やっぱり火力がこっちは無理やない。お店の切り盛りを手伝うのは黒木さんの同級生たちです。飲食店のプロばかりではありません。さまざまなアクシデントを工夫とチームワークで乗り切っていきます。だいぶいい感じになってきたです。OK です。はい、なんか嬉しそうに、はい、待っとりました。これを待っとりました。ああ、はい、黒木さん自慢の梅マヨネーズうどん、噂を聞きつけたお客が次々詰めかけます。美味しいです。初めて食べる味です。宮本アナも激励に訪れ宮本さんからのお土産です。そうこうしているうちに準備していた140食は売り切れです。お客さんにとってもかけがえのない黒木さんとの思い出ができました。召し上がられたお客さんの目の前でご覧になってたじゃないですか。どうでした？ね、皆さん笑顔で召し上がってくださったので、はい、やっぱ一つの作品を作るのと同じで、やはりそれを作り上げて、それをね、お客様が見てくださる、食べてくださるっていうのがね、やっぱ至福ですね。この大藤祭りはこう私を育ててくれた原点なんですよ。のど自慢大会がやってたんです。はい。で、私は毎年出てたんです。何を歌ってらっしゃるんですか？だいたいの水前寺清子さんが多かったんです。いや、ちょっと意外ですよね、それも。この世は長いパンパンってやつです。藤の花が切られたそのニュース映像、3年前でしたっけ？あれも東京で見て、やっぱすごい切なかったですから。ね、もう開催できたこともすごく嬉しいですし、温かい人たちに今日もいろいろお目にかかって、ふるさとは遠くにありてじゃなくてここにあるっていうかね、ここにあるっていうか、はい、近くにあるんだなって改めて感じました。